皆さんこんにちは、モリアリとこうちゃんです。はい、風邪でダウンしちゃってます。こうちゃん、映れる顔じゃないんでごめんなさい。今ね、映れる体でもないです。ちょっとね、待って、ちょうどいい感じに照明のところモザイクがかかってて全裸にしか見えない。まあ全裸なんですけど、こうちゃんがこれ買ってきてくれたんです。私が朝お粥作ってくれたお礼に。なんでやねん。いや、おかゆ作ってるじゃん、いつも風邪の時。感謝でしかない。その全裸で感謝でしかない言うんじゃないよ。ね、風邪もっと悪化するから入りなさい、本当に。すいません、ちょっとシャワーの音してますけど、すいません。あ、そっか、それか。すいません。シャワーの音か。ご了承くださいらしい。では、飲んでみたいと思います。冷たい。うるさいな。え、パケ変わってる。あ、クリスマス仕様になってる。すごい。シャワー入っちゃった。これね、見てみたんですよ。で、私今日の朝に飲みたいってずっと言ってたの、昨日か。そう、それで抹茶とホワイトチョコのフラペチーノで、すっごい美味しそうだったので、歩いて帰ってきたんだな。もうバスで帰ってきなさいって言ったのに溶けちゃった。今日本当に高熱出てて、朝からずっとだるい感じで仕事行ってたので、私はまだ平気なんですけどね。ちょっと私もやっぱり声の調子が昨日から悪かったので気をつけたいと思います。正式名称がですね、抹茶ホワイトチョコレートフラペチーノが12月12日に発売されてて、で、抹茶とホワイトチョコレートを合わせた期間限定のフラペですね。期間限定なんだ、絶対美味しいのに。あ、あったかいやつもある。やー、いつも私スタバで編集とかしてるんですよ、渋谷とかの、あと原宿の、すごい落ち着くんですけど、もうこれ飲みながらちょっと編集今月しようかな。来月まであんのかな。飲んでみたいと思います。ちょっと前置き長くてごめんなさいね。毎回飲んでみたいと思います。割れんのかなこれ。あ、うま、あ、うま、おいしい。あー、うまい。はあ、泣けてくるな。風の中買ってきてくれたから逆に申し訳ない。おお、これ絶対ホットもあったかいし、おいしいと思う。ホットあったかいのは当たり前なんですけど、これね、なんていうんだろうな。でも普段のカスタムでもいけそうな気がする。ホワイトチョコなかったっけ。チョコチップしかないのか。なんか私いつもスタバで飲むときは抹茶クリームフラペチーノのソイに変更やってるんですよ。で、だからこのホイップがすごい好きで、なんかちょっと牛乳、低脂肪牛乳足して割ったりとかして飲むのがすごい好きなんですけど、これカスタムでなんか頑張ればいけるんじゃないかな。でもあとはもしこの期間中にできるとしたら、多分カスタマイズがホワイトチョコ増量とか、多分この抹茶シロップ、抹茶のソース増量とかができると思うので、ソースはね、多分ね、無料だと思うんだよな、カスタム。基本ソースはキャラメルとかもタダで上からかけられたりとかして、私いつもバナナにホイップクリームをホイップしてもらって、キャラメルソースかけてもらって、そこで食べながら飲んで編集したりとかしてるんですけど、なのでこのソース、下にあるソースは多めでとか言えると思います。以前のパンナコッタの時もあれなんですよ、なんて言うんだろう、まあ料金かかるけどカスタムできたから、今回のも多分できると思う。ホワイトチョコ増量とか多分できると思います。なのでみんなちょっと調べてみてください。この上のなんといってもソースが、この私この緑が好きなんですよね。めっちゃ好き。やばい、ありがとう。ちょっとお風呂入ってるから聞こえないと思うんで叫んできました。はい、ということで今回の新作抹茶ホワイトチョコレートフラペチーノの紹介でした。てか飲んでみただけ。ありがとうございます、こうちゃん。美味しい。こうちゃんと後でお風呂出たら飲みたいと思います。でも風なのにこんな冷えたの大丈夫かな。まあいいや。
ということで森やりでした。バイバーイ。あ、出てきた。すいません、バイバイって言った後だった。バイバイだって。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去のラブログとかの動画はここら辺に出しておきます。これからもよろしくお願いします。森やりと、こうちゃんでした。聞こえてるのかなこれ。バイバーイ。バイバーイ。